ヨリさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、マイクトラブルで ね、音が、せっかく素敵な歌なのにちょっと音が入らなくなってしまったんですけど、ごめんね、ヨリ。ごめんなさい、ヨリさん。調子が悪くて大変です。大丈夫です、大丈夫です。でもね、またこの後、今日もね、夕方も歌う時もありますしね、はい、頑張ってもらいたいと。で、あと、この後ね、そこの O56 番かな、はい、のところのブースがあるんですけれども、そこでヨリの、CD の販売あります、はい、それからサインもするということですからね、うん、ぜひそちらの方でお買い求めいただいて、ちゃんと今の曲もフルコーラスで入ってるしね、はい、大丈夫だよね、うん、で、ヨリは今一生懸命勉強してるんで、日本語をね。そうね、日本語勉強してるんだよね。はい、今日本語頑張ってます、はい、でも日本語上手いですよ ね、本当上手になって、去年このね、ベトナムフェスティバルとかに来て初めてステージに上がったんだけど、それから1年間一生懸命ね、まあ、のなんていうかな、練習に練習を重ねて、ようやく今回デビューになったということですね。はい、日本のどこが好きですか？日本は大好きアニメです。アニメ、やっぱり花より団子。はいはい、花より団子。じゃあこれからも皆さん、ヨリの応援一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨリちゃんでした。ありがとうございました。さあ、この後またね、ステ